はい、皆さんこんにちは、サトシです。今回はですね、アメリカのロサンゼルスのあたりのですね、シリコンビーチというところの、スタートアップ圏ですねについてご紹介していきたいと思っています。皆さん、シリコンバレーとかはですね、非常にご存知かと思うんですけども、実はシリコンビーチというのもあってですね、これがそのシリコンバレーはサンフランシスコだったりとかパルアルトと言われる、いわゆるカリフォルニアの上の方の話なんですけども、南カリフォルニア、ロサンゼルスだったりですね、そういったあたりはシリコンビーチというふうに呼んでいまして、私もそこに1年半ほど住んでいたことがあってですね、ちょっとそこについて調べてみたので、今回はそれを、お伝えしていければなと思っています。よろしくお願いします。で、シリコンビーチ何かという話なんですけども、ロサンゼルスのですね、周辺のテックコミュニティを言いますと、で基本的にこの辺りのサンタモニカ、マンハタンビーチ、ベニスですとか、そういった辺りにですね、非常に多くのスタートアップがあって、代表的なものでも500以上はあるというふうに言われていたりしますと。で、ここもビーチというだけあってすごくいい印象なんですけども、こういった形ですごく必死なところというのは、シリコンバレーと変わらないかなというふうに思っていまして、違いとしてなんですけども、周辺が結構エンタメ系ですね。LA にはそのハリウッドがあったりとか、そういったムービーだったり、音楽だったりですね、そういったもののエンタメ要素が強いので、そういった連携が多いのがこのシリコンビーチの一つの特徴でもあります。で、周辺にはアーティストが多く住んでいたりですとか、そういったところも特徴かなというところと、シリコンビーチに構える企業としてですね、こういったロゴがあるような、テスラだったりとか、それからマッチングアプリの Tinder、 それから日本であまり馴染みないですけどスナップチャットですとか、そういったところもいくつかあるかなというところですね。で、シリコンビーチの市場規模みたいなところを調べしてみました。シリコンバレー非常に一番右で大きいんですけれども、ニューヨーク、これシリコンバレーというふうにありますけど、そのニューヨークに次いでアメリカの方でもですね、非常に大きな規模を持ってますと。で、東京と比べるともう3倍ぐらいの大きさというところがあったりしていて、アメリカの中ではそこまでというところはありますけども、非常に大きな位置であるというところは確かです。はい。で、投資の伸びも顕著ですよというところで、最近特にこう伸びてきてますというところが分かるかなと思います。これも同じようなデータですね。シリコンバレー、ニューヨークに続く第3のスタートアップというふうに言われていると思います。ちょっと先ほど冒頭も述べたんですけど、どんな特徴があるかなというところを少しお話していければなと思っています。テクノロジーですね、テック系、バリバリテックだけじゃなくて、エンタメとかファッションとかペットとか、そういったものとの掛け合わせというところが一つ大きな特徴になっていたりしますね。で、ちょっとサービスをいくつかご紹介していければなと思っています。例えば、エンタメバイテクノロジーというところで、Hulu ですね、日本にもあって、これは馴染みの深いサービスかなと思うんですけども、実はこれアメリカのこの LA 発 でかつですね、実はアメリカと日本でしか Hulu って展開してないんですね。というところがあって、ちょっとここにも書いてますけれども、ハリウッド系、ハリウッド立地から近いというところもあって多くのコンテンツ提供してますよという話と、それからですね、CEO がもともとその UCLA という、ロサンゼルスのあれですね、名門の学校の MBA 課程を卒業されているというところもあったりします。で、他にはファッションかけるテクノロジーというような文脈で、これもタキシードのレンタルサービスというところですね、ブラックタクシーというところなんですけども、これ非常に面白くてですね、日本でもなかなかレンタルサービス最近始まってきてますけども、タキシードって結構なかなかないかなというところで、そもそもその社長さんの CEO がですね、原体験として自分がレンタルしたよというところが結婚式の時にですね、あったというところだったりとか、試着に関して自宅だったりとかショールームでできるというところもすごく面白い差別化できるところかなというふうに思っています。で、1着だいたい120ドルからできたりしてですね、結構利便性も高いというのがありますね。続いてはそのペットですね。結構アメリカやっぱりペット飼う方がすごく多くて、犬だったり猫だったりすごくみんな飼ってたりします。その中でペット用のですね、Airbnb と申しますかですね、これ犬用なんですけども、もう本当に犬のシッターをしてくれる方を探すサービスでありますね。で、Airbnb のようにですね、ユーザーの評価があって、すごくいいユーザーさんだったらもっと預けたいよっていう風になったりしてですね、レーティングが高まっていくとより依頼が増えていくというような仕組みになってまして、だいたい1泊 LA のあたりだと40ドルぐらいから始まっているところがあります。続いてがですね、スリーブマーケットというサービスで、本当アメリカはとてもオーガニックの市場が大きくてですね、ホールフーズとかすごくそういったところが有名になってるんですけども、実はこれはオンラインのいわゆる e コマースですねの、オーガニック商品を売ってるというサービスであったりしてですね、独自のブランドを作ってたりしますと。で、種類4000ぐらいあったりするというところと、結構価格安くてですね、コストコ、アメリカではコストコというふうに言われるんですけども、大量買いして値段を抑えるというかできるものというところを、オーガニックで実現するという、珍しいものにはなっていたりしますと。
これすごくいいサービス、私も個人的に好きなサービスですね。あとはミュージックフリーランサーという、ミュージックテクノロジー掛け合わせのサービスというところも LA にあったりして、これもともとは CEO が元ミュージシャンであったりとかというところなんですけども、結構アメリカなかなかですね、アメリカに限らないかもしれないですけど、ミュージシャンの仕事探しとか、どうやってマネタイズするかというと難しいというところの話があって、 CEO もそれを問題意識を持っていて、そういうところを踏まえてですね、 PL から仕事探しもできるようなプラットフォームを作ると、いったところで、結構今伸びてきたあたりなんですけども、本当にテックしてなくてですね、いろんな生活だったりとかアートとかと結びついているのがこのシリコンビーチ LA のスタートアップの特徴かなというふうに思っています。さらにですね、エンジニアが起業家に限らないというところもあったりして、例えばセレブですね、ジェシカ・アラバさんという方がいらっしゃってですね、この方もセレブでありながらですね、自分で会社を立ち上げていて、それもしかも結構な規模になっていたりしてですね、これは本当に、オネストカンパニーという本当に何て言いますか、正直という意味のオネストなんですけども、エコフレンドリーなものというのをですね、扱っていますと。で、女性向けのスキンケアだったりとかメイクアップのものですとか、ベビー用品、子供向けのですね、こういったデイリーで使うような日用品とかを扱っていて、市場規模もすごく、市場規模も高いというふうに言われている会社ですね。ですとか、あと面白いのがサーファーバイ企業家です、あったりしてですね、ゴーフルというサービスがあったりして、元サーファーの方が自分がこう波とかをですね、どういった形の波がいいかっていうところを知りたいというようなニーズとか、あとインストラクターの方を探したいというプラットフォームにできるとかっていうようなところも一個サービスとしてあったりしますね。あとはこの方はすごく有名な方で YouTuber の方なんですけれども、YouTuber のみならず実業家としてもですね、非常に活躍をされている方で、ありましてですね、チャンネル登録数すごく多かったりとか、知ってたりしますと、ちょっとこんな感じになってますね。で、シリコンビーチに企業家が集まる5つの理由というところを挙げてみました。これは私の個人的な見解でございます。ですね、まず気候なんですけれども、年中暖かく、雨が少ない、地中海性気候ですね。年間290日、2日ぐらい晴れてますと、ちょっとごめんなさい、真ん中抜けてますけれども、年間の平均気温というところ、大体20度を超える気温で暖かいというところ、それから夏の日没も20時半頃というところで、非常に遅くまで活動ができるというところが特徴ですね。なんか私初めて LA に行った時が4月ぐらいに行ったんですけども、それからもう11月ぐらいまで雨が一切降らなくてですね、本当どんだけこう気候がいいんだみたいなところがあったりして、気候がいいと本当に落ち込まなくなるというか、気持ち的にもすごくいい状態でいれるというところが一つ大きいかなというふうには思っています。で、生活費の水準というところで言うと、サンフランシスコ、ニューヨーク非常に高いですと。これ2ベッドルームですね、この中でどれぐらいの平均で家賃かかるかなというところなんですけども、サンフランシスコバカ高いですね、ニューヨークも非常に高い、その中で LA は結構安かったりするので、もうシリコンバレーとかの高い生活圏に疲れた方が結構 LA の方に海とかも求めてくるっていう方が結構多いかなというふうに思います。あとは企業家サポートする仕組みも非常に多かったりしてですね、アクセラレーターとかインキュベーターの存在も非常に多くてありまして、コワーキングスペースも非常に多いですと、利用料もとてもアメリカは安くてですね、WeWorkとかも300ドル、400ドルとかで使えたりして、私はこのクロスキャンパスというところにいたんですけども、24時間365日、使えたりするので、すごく利便性もいいし、イベントもよくやってるし、コーヒービールも飲み放題というところが大きいかなと思っています。あとは優秀な教育機関というところを4つ目に挙げました。UCLA 日本でも有名ですけども、でしたりとか USC といったようなところで、一流大学が近くにありますと。で、加えてエンジニア教育に力を入れている大学が非常に多いので、そういった観点からもとても立地がいい人材が集まるというところがあります。あと LA やはりその西海岸なので、アジア人非常に多いですね。太平洋側であるというところもあったりして、中国人、韓国人の方だったりとか、アジアの方は非常に多く、多種多様ですね、ところが集まっていますと。で、プラスアルファなんですけども、やっぱりシリコンビーチというからにはですね、ビーチのメリットって非常に大きいかなというふうに思っていて、近くのビーチに朝サーフィンをしてからちょっと仕事に行くみたいなですね、ところができるのがまさにこのシリコンビーチのいいところかなというふうに思っています。加えてですね、LA の市長、この方がですね、非常に実はテック寄りといいますかですね、テックに関してすごくより高めていかなきゃいけないというふうに思っている方だったりしていて、一つ目もこのテクノロジー積極的に使っていこうという話をしてますけど、二つ目の Uber のところもですね、なかなかアメリカでも Uber の規制というところが強かったりしていて、空港に乗り降りするのダメだというふうに言った方もいたんですけども、この方は非常にですね、LA をもっと
テクノロジー使っていくべきだというところでいち早く推進したりですとか、最近ですとイーロン・マスクが穴を掘ってるボーリングカンパニーというのをやってましてですね、で穴を掘って LA の、まあ、交通渋滞をですねなんとか回避しようというふうにやっているんですけども、それもこの市長がですね一緒にやっていこうよという話をしたりしてですね促してというところも一つ大きなところになっていたりします。でシリコンビーチ最大の湯というふうに書いてますけど、スナップチャットがありますと、まあいくつか会社がある中で一番シリコンビーチででかいよって言われているのはこのスナップチャットでありまして、まあ、1日に 1.6 億人が利用する SNS で、あまり日本に馴染みがないのでどんなものかというのをちょっと書いてみますと、まあ、投稿して途中で消えるというところがすごく面白いなというところで、まあ、10代20代の方を中心に非常に盛んになっているものでありますと、本当にライトに使っていくもので、結構インスタグラムだったりはがっつり使っていこうという方が多いと思うんですけども、スナチャはもうライトに上げてライトに消えるというようなところを楽しむ方が多いですね。で歴史ちょっとまとめてみました。スナップチャットの歴史ですね、もともとスタンフォード大学で、集まった3人がですねサービスを開始して、初めは全然ユーザーが100人ぐらいしかいなかったところなんですけども、やはりその高校生でしたとか若い世代を中心に大ブレイクを、起こしまして、ユーザーが10万人に1年後にはなっていたと。でその後ですね、これ面白い話なんですけども、その資金調達をしっかりと受けて、でその資金がしっかり振り込まれたことを確認してから、社長のエヴァンさんはこうスタンフォード大学を退学をして、で本格的にもやっていこうというところを決心をしてですね、まあ、その後も順調に資金調達をしていったりしてですね、でその後に実はマーク・ザッカーバーグですね、Facebook の CEO から一時もう30億ドルという巨額のお金で買わせてくれないかというような買収のオファーがあったんですけども、まあ、そのオファーも断ってですね、自分たちでやっていくというところを挙げたのが、まあ、男気があるというか素敵だなというところが一つあります。でそのままも爆発的に成長していって、アクティブユーザー、デイリーアクティブのユーザーは1億人に2010年突破をして、インスタにもありますけどストーリー機能ですねといったものが追加になり、企業価値の評価としてもユニコーンというかもう100億なのでかなりこれは大きい規模、1兆円規模ですけどというところにもなっていますと。で、2017年ですねに上場したというところがちょっと面白いなものを紹介したいと思うんですけども、日本未上陸でスペクタクルズというものがあって、これがすごくスナップチャットで面白い一つのものになっています。どういうものかというと、サングラスなんですけども、サングラスをかけて、そのかけてる時にボタンを押すと自分が見ているその風景を、まあ、10秒動画で撮影できるというもので、それをそのままスナップチャットでシェアできるというようなものがあってですね、これ一時期もバカ売れしてみんなすごい欲しい欲しい欲しいとなっていたものなんですけども、最近2とか防水のものも出たりしていてですね、でこれ実際に私も買ってきたんですけども、自販機で売ってたりして、でベニスビーチのあるですね、本当ビーチ沿いにこういう自販機が途中現れて、まあ、そこで買えたりします。まあ、ネットでも買えるんですけども、この自販機ボックスがすごく、まあ、またこれが撮影スポットになったりしてですね、より楽しいところだったんですけども、ちょっと分かりづらいので、まあ、詳細動画で見ていただけたらなと思うんですけども、まあ、基本的にこのレジャーだったりとか街で遊ぶよって時によく使われるようなものでありますね。で、まあ、次のスナップ、まあ、ユニコーンになるような会社はどこかというところがこれからシリコンビーチでは注目すべきところなのかなというふうに思ってたりします。で、まあ、界隈のコミュニティですね、私も1年半後に住んでいてですね、で結構初期段階からですね、この、まあ、コミュニティもっと知りたいのとやはり思っていたところがあってですね、まあ、イベントたくさんやってるのでいろいろ行ってきましたというところで、これ手前にいるのは私なんですけども、いろいろイベントに参加をしてきましたと。でですね、まあ、クロスキャンパスというこの LA 界隈では非常に大きな4つ場所があるところなんですけど、そこにずっといましてですね、まあ、いろいろこう熱心にみんなサービスをこうやりたいとか言ってる人がすごく多かったりして、まあ、英語の勉強もなってですね、まあ、面白いというところなんで、まあ、毎日仕事終わった後にここに入り浸っていたんですけども、まあ、そういう中のコミュニティを実際見ていて、まあ、このクロスキャンパスで話をしていくと、実は結構大きなところで、昔もオバマとかさっきの LA の市長とかもリクさんとかも来たりとかですね、ハカソンとかもよくやっていたりとかして、すごく盛んなコミュニティであるということを一つ伝えできればなと思っています。今、まあ、いろいろ話を聞いた企業家だったりとか、まあ、友達ベースで行ったりいろいろいたりするんですけども、まあ、どんな特徴があったかなというところをまとめるとですね、個人的には所感なんですけども、まあ、結構都市生活が苦手な企業家が多いかなという印象を持っていますと、もう本当に波が恋しいよとか LA の気候が欲しいからニューヨークから来たよとかいう人が多かったりとか、まあ、サーフィンとかもそうなんですけども、そういった方が多いのと、やっぱりコストオブリビングと言われるその生活費が LA はそこまでかからないというところがあるので、家族持ちの方がやっぱり多いですね。家族で住むなら結構そのお金かからないところに行きたいという思いがあったりとか、
それからアーティストだったりとかそういった背景を持っている方はやっぱり LA の方が合ってるかなというところがありますね。でまあアメリカの中でも結構 LA はすごく自由度が高いと書いてますけども、割とその本当になんか気候もいいからすごくみんななんていうか自由に生きてるかなというところが強いかなというふうに思ってますと。でプラットフォームにコンテンツ型が多いというのもまあ所感としてあるかなというところと、結構一番最後なんですけども、シリコンバレーはもう世界を取りに行きたいとかそういった会社さんが多いかなと思っている中で、結構シリコンビーチはアメリカに向けてだったりとか LA 周辺のローカルに向けてやってるって方が非常に多かったりする印象があるので、まあ、ドメキ質が強いかなというふうには思っていました。はい。でまあ、最後これ締めなんですけども、まあ、テクノロジー追求するのはシリコンバレーにも、まあ、ちょっと勝てないかなというところがあって、主体都市の魅力としても、まあ、LA ニューヨークよりもちょっと弱いかなというところもありますけども、でさらに最近テキサスがすごく労働力がですね、安価に手に入るというところがあったりしてですね、注目されてたりするんですけども、まあ、それに比べても結構劣るかなというところがある一方で、まあ、ビーチを中心としてですね、ハリウッド、エンタメというところの文脈を持っているシリコンビーチはすごく面白くてですね、他にないものが生まれるんじゃないかなというふうに思ったりしました。まあ、お読みいただきありがとうございましたとか、ご視聴いただきましてありがとうございますというところで、まあ、早々も一応載せたりしますというところですね。で、まあ、何か感想あったら、コメントやリプいただけると嬉しいです。ご清聴ありがとうございました。以上です。